IBM クライアントセンター、イングランド指定建造物1級のハースリーハウス、英国 IBM は、イギリスにある、IBM 社の子会社で、本社は、ハンプシャー州のポーツマスにある。数ある国の IBM 子会社の中で、国内で営業、保守をしているだけでなく、ドイツ IBM と日本 IBM と共に、研究、開発、製造の総合力でその国、その地域、及び、 全世界へ好影響を与えてきた。ハーマン・ホレリスのパンチカードシステムは、イギリスでも20世紀初頭から広く使われきて、アメリカ合衆国国政調査局長官を務めた、ロバート・ポーターが帰国して1909年に BTM 社を設立し、はじめ CTR 社からのライセンスの機種であったが、後に独自設計の機種がイギリス及び英連邦では優勢であった。こうした状態もあり、 英国 IBM が設立されたのは第二次世界大戦も終わってしばらく経った1962年であった。本社はイギリス最南部のハンプシャー州のポーツマスにある。IBM メインフレームコンピュータ前世の時代に英国には2つの大きな工場があり、国内出荷だけでなく輸出も広く行われたが、その後閉鎖された。 IBM ハバント IBM ハバント工場は1967年に開設されて主にメインフレームハードディスクドライブ 8100AS400 などを生産したメインフレームの需要が減少するに従って1994年に閉鎖された同工場の海岸寄りのグランドを使っていた IBM 南ハンプシャークリケットクラブはその後も場所を他へ移して IBM 社員以外も参加するクラブとして、健在である。IBM グリーノック IBM グリーノック工場は1954年に開設されて、はじめは電動タイプライターとパンチカードシステム、次にメインフレームコンピューターの周辺機器、IBMPC、さらにノートパソコンを生産しして、一時はスコットランドではウィスキーの輸出額を上回るような貢献をした。 人里離れたところだったので、1978年には、イギリス国鉄のインバークライド線に、IBM 鉄道駅も置かれたほどであった。工場機能は2006年に、海外へ移されて、グリーノック市内では、コールセンターなどが置かれたが、工場そのものは廃止された。本社以外に、営業所と保守拠点が、ロンドンやエディンバラをはじめ、ケンブリッジ、ブリストル、 ベルファストなどに置かれている。IBM クライアントセンターはロンドンにあり、最新の IBM による技術を客先へでもしている。ファイナンス主会社は英国内だけでなく国際的なサービスを提供している。研究開発は IBM の全世界的な活動の中で1958年に開設された IBM ハーズレイで行われていて、 IBM 3279カラー表示装置、ソフトウェアの GDDM、アプリケーションシステム、6トランザクションサーバー、MQ などを開発してきた。IBM エグゼクティブブリーフィングセンターがここにあり、IBM ハースリーミュージアムもある。ありがとうございます。